ペトロナスチャレンジ第9戦の表彰から行ってまいります。今からお名前をお呼びしますので、こちら表彰台までお上がりください。では第3位からお呼びしますので、皆さん大きな拍手をお願いいたします。第3位でした、カーナンバー7、鎌野空選手、どうぞお上がりください。鎌野選手では右側にお願いします。続きまして第2位でした、カーナンバー10、沢田真嗣選手、どうぞお上がりください。はい、おめでとうございます。そして第9戦優勝を飾りましたのはカーナンバー14、名取哲平選手です。どうぞ真ん中の方にお越しください。はい、そして今それぞれ昇天が行われております。谷口組織員より今昇天が送られております。それぞれに今昇天が送られました。そしてボードをお持ちいただきまして、写真撮影に応じていただければと思います。まあ、名取選手はニコニコの笑顔になってしまいますけれども、沢田選手と鎌野選手も少しですね、笑顔でお答えいただければと思うのでお願いします。はい、ありがとうございました。第9戦の表彰でした。おめでとうございました。どうぞお降りください。では続きまして最終戦となりました第10戦目、表彰をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、こうやって、今それぞれに賞典が送られております。はい、ボードと商品と今送られておりますので、お持ちいただきまして写真撮影に応じていただきたいと思います。はい、それぞれボードを持っていただきまして、そして笑顔でお答えいただきたいと思います。カメラがセンターにあります。さあ、それでは今一度ですね、大きな拍手を送りいただきたいと思います。第10戦見事でした。おめでとうございました。上位3名のドライバーの方にお集まりいただきました。ありがとうございました。見事シリーズチャンピオンに輝きましたドライバー、カーナンバー14、名取哲平選手、おめでとうございます。どうぞお会いください。そして第2位でした、中森武春選手です。どうぞお上がりください。はい、このようなボードが今送られております。これは、ロックカップインターナショナルファイナルというふうに書いてあるんですけれども、招待ドライバーということですね。はい、招待されたということで、ロックカップインターナショナルの方でですね、その腕を発揮していただきたいと思います。このようなですね、世界的なイベントに参加できる権利ということで、シリーズ賞典が今送られました。ボードをお持ちいただきまして、写真撮影に応じていただいております。もうたくさんのね、今フラッシュがたかれていますけれども、一言ずつですね、その意気込みや今シーズンを振り返っての感想なども、聞いていきたいなというふうに思うんですが、中森選手から聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、では今シーズン振り返ってみていかがでしたでしょうか。今の気持ちをお聞かせください。開幕戦で勝ったのは良かったんですが、そこからダメになる一方で、なんとかポイントだけを考えてレースをした結果、なんとか2位になることができました。また、今日は名取選手と勝負したかったんですが、はい、できなかったので悔しかったです。はい、今日は残念ながらレース中はですね、前が大きく開いてしまったという中だったんですけれども、でもシーズンを通してみると、もう全てほとんど上位チェッカーと言ってもいい、中森選手にとってはもちろん不本意なところもたくさんあったと思うんですけれども、コンスタントにポイントを稼げているという強さを見せれたと思うんですけれど、はい、世界戦の方ではどうなんでしょうかね。ロックファイナルは、もう3回行ったことあるので、コースも段取りも分かっているので、今年はだいぶその時よりは上手くなっていると思うので、ちょっと勝負してみたいと思います。なるほど。その時に名取選手ともはい、クラスはどうか分からないですけど、はい、はい、頑張りたいと思います。はい、一緒に日本の、ね、こういう代表として行くわけですので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。2014シリーズ見事でしたね。第2位ということになりました。中森選手、さすがでした。さあ、そして名取選手の方にお聞きしたいと思うんですけれども、ね、笑顔が止まりませんね。今のお気持ちを。
まあ、とにかくシリーズチャンピオンになれて嬉しいです。なった瞬間はどのように声かけられました？いろんな方に祝福の声いただいてると思うんですが、すでにはい、みんなにおめでとうって言われてとても嬉しかったです。どのような気持ちでこの最終イベントに臨みましたか？まあ、シリーズ4位って少し厳しいかなって感じだったんですけど、まあ、諦めずに落ち着いて頑張っていこうと思って、で今回のレースも2つとも優勝できたのでとても嬉しいです。この速さは今回何だったんでしょうか？多分メカニックのお父さんやチームの方々がいい車作ってくれたんで、僕の下手なドライビングでもなんとか勝てました。いや、もうぶっちぎりでしたからね。本当に文句なしのこのチャンピオンということで、速さも見せれたし良かったんじゃないかなと思います。たくさんの、ファミリーの皆さんにも、ね、ご家族の方も見守る中ということになりましたけれども、どうですかこの中で世界戦へ挑むという気持ちは？海外初めてのレースなので、まあ、とにかく頑張って何事にも諦めずに頑張っていきたいです。はい、分かりました。まあ、まだまだね、名取選手これからという若いドライバーですけれども、どうですか今後の展望としては？まあ、徐々にシリーズチャンピオンを目指しながらステップアップしていきたいです。はい、なるほど、分かりました。おめでとうございました。2014シリーズ見事チャンピオンに輝きました名取選手、そして第2位は中森武晴選手でした。皆さん今一度大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。